始まるよ。どうもみなさん、こんにちは。タラバ工場のアンドゥです。今回はこちらのコースで遊んでいきたいと思います。お前はもう取っている。ノーマルアイテムを取ったらボンダー。 Don't take the item。 もう一つ、世紀末的難度も同時投稿ですですって。まあまあまあ、世紀末投稿を遊ぶ前にまずはこのノーマルをクリアできるかどうか、まあ、結局それが大切になってくると思うんで、初めにこれを遊んでいきましょう。アイテムを取ったらボンって、あれか、このワンナップもダメか、このコインもダメなのか。いや、アイテムだけどさすがにこれは大丈夫なはず。はいはい、なるほど。特に今のところは何も問題ないよね。やべ、来た。そういうことか。お前が俺の敵ってわけだな。オッケー。ふっ、はい、甘いね。その程度で、危ない、落ち着け。その程度で俺をやれると思うなよ。ここ落ち着いていってやって、なんでだよ。いや、これ問題はあの先にまだいる。あ、来た来た来た、オッケーオッケー。こいつ引きつけてかわすで、はい、来た、完璧だ。まだいるだろう。うー、甘いんだよ。はい、でここのスターネで、はい、来た、完璧だ。あ、だる。ちょっと待って、一回この歩いてくるスターをかわします。でこのファンファンスターは下に降りたタイミングで行く。オッケー、ここも一緒。ファンファンスターは今かわせ。見えてるんだよ、あんたらの動きは。嫌ってほどね。やべ、それはちょっと予想外。上来るでしょ。来い来い来いって言ってんだよ。来ないんだな、来ないんだな。オッケー、キープな、慌てんな、今です。よし、声にならないこのスターへの想い。冷静沈着が俺の売りだから。ここで下がったで、ここだ。ここから結構頻繁に来たはず。慌てんな慌てんな、そう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 。あ、これさっきのところですね。これ2個同時に行くか、行こう。2個越す、最悪だ。オッケー、来た。多分突破したよね、さっきのところは。オッケー、危ねえ、ちょっと待って、慌てんな。見えてるよ、見えてるよ、素晴らしいよ、見えてるよ。よっしゃ、今のちょっと奇跡だ、俺の中で。よくやったな。スピードポンポンか、やべ。いや、でもここキープしよう。ここでちょっと待ってれば大丈夫なはず。オッケーオッケーオッケー、暴れませんよ、暴れません。これで次あのドッスンに乗ると。オッケーオッケー、いきますよ。おい、オッケー。どっからスター来る、そこか、なるほどな。はい、で叩く、で戻る。危ない、ちょ、バランス悪いね、君たち。はい、で、いいよ、スピードに乗っちゃって完成。最悪だ。よし、集中かわす、で、はい、で、叩く。オッケー、で、戻って。戻ってきた。え、あいつなんで U ターンしてきたんだよ、うぜえ。いけそう、落ち着いて。来た、やっといけたぞ。で、なんだ、どうだ、この感じは間違いね。ゴールでしょ、表に戻ってゴール直通便。よっしゃ。じゃあ次のコースどうぞ。じゃあ次このコース遊んでいきたいと思います。雷雨時々ブラパって書いてありますね。なるほどね、雷雨時々ブラパどころか逆な気がするけどね。ブラパ時々雷雨みたいな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、なるほど、この間で抜けろってことか。任して、来た、厳しい。やっぱり非常に地味な絵が始まる。これで決めますよ、こっちだ。諦めねえ、でももういけるわ。歩いてこう、来た。ダイジェストをどうぞ。来たー。予想の100倍早くできたぞ。よっしゃ。じゃあ次のコースどうぞ。お、じゃあ次このコース遊んでいきたいと思います。遊戯王ザ・サクレットカードズ。わかんねえ、何のカードなんだろう。遊戯王はね、俺どの辺までやってたんだろうな。むず、あのなんかリンクモンスターって今いますよね、青色のカードのやつ。あれはもうね、全然専門外というか範囲外というか、俺のやってた頃にはなかったですね、そのそいつらは。遊戯王のあのリンクモンスター系。おー、リンクモンスター、多分ね
エクシーズ召喚ですね多分。その辺が、あのドンピシャ世代だと思う。やべ、これ年齢バレるからエクシーズ世代、ドンピシャ世代の方多分ほぼ同年齢でしょう。やられました。来たか。あ、やっぱ三段ジャンプジャック必要だったんだ。そうで、有名だったのは俺、あの武藤遊戯、武藤遊戯、タキ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 タ、おいこっちに来な、ブンブンちゃん、あ、一発目。さあ、そうでね、武藤遊戯とやっぱ俺遊戯10代だと思ってるんですけど、他のシリーズの主人公の名前はもうちょっと忘れちゃったんですよね。よし、来た。どうだこれで、あ、来たわ。やっぱりそうだ、あいつを落として倒す。ちょっと待って、我慢、我慢の時間よ。よく耐えた、よく耐えてすぎてしまった。なんだそれ、ちょっと待ってちょっと待ってい っちゃえ、ふっ、来た、よっしゃじゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。